ここが僕たち渡墨島軍隊の訓練営だ。今ある抵抗軍はほとんどが渡墨島本土の兵士によって構成されている。一部の人はタタラスナで幕府軍と正面から戦い、もう一部の人は渡墨島で民の安全を守ってるんだ。鉄兵も昔ここで訓練してたのか？うん、でも残念なことに教官が前線に出ることを認めてくれなくて、タタラスナの戦いでは後方で雑用をしてたんだ。僕はしばらくここにいるから、何か用があったらここに来るといいよ。もし僕がいなければ書き置きでも残しておいて。それを見、ああしまった、もうすぐ三五宮様との約束の時間だ。今度また君に渡墨島を紹介するよ。今はまず三五宮まで行こう。何はともあれ、兵糧は最重要事項です。少しの過ちも許されません。我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。は、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。これからは形勢も良くなっていくでしょう。軍隊の拡張？それは良かったです。今回は一体どなたが背後で支援してくれたかは知りませんが、本当に助かりました。ん？鉄兵じゃないか。お前、渡墨島に戻ってたのか。その方は？へへ、三五宮様のお客さん。僕は彼女を渡墨島に連れてくるためにここに来たんだ。それってまさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、放つ矢は百発百中、そして体は金剛のように硬い、あの新人か？なんでそんな噂があるんだよ。お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからには、きっと何か急用があるのでしょう。これ以上では、三五宮様、私はこれで失礼します。三五宮様、先ほど大久保の兄貴から支援という言葉が聞こえましたが、一体何のことでしょうか？少し前にある方から手紙が届いたのです。その方は渡墨島の構想を支援するために大量の物資を送り届けてくださいました。そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになったのです。実を言うと、このことについて私は疑念を抱いているのです。ただ渡墨島の資源はあまり豊かではないので、この物資は確かに渡りに船とも言えるでしょう。相手側の要求も度を越したものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍に抗ってほしいようです。彼らの目的が何であれ、少なくとも目的は同じです。ここは一旦表に出るのを避けたいと思っている盟友ということにでもしておきましょう。もちろん警戒を完全に解くわけにはいきません。もし何か異常を見つけたらすぐに私に報告してください。三五宮様、前線への食料供給も良くなるのでしょうか？何日か前に負傷兵営に行ったら、仲間たちが焼肉を食べたいと騒いでました。
ご安心を。もう手配してありますよ。これで焼肉をお腹いっぱい食べられるでしょう。もちろん。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。メガリレーが発令され、それに抗うために反乱を起こしてからというもの、軍隊の献立はいつも似通ったものになっていました。今後は私も広報勤務部隊と相談し、その点について改善をします。しかし我々の物資は有限ですので、勝利するまではもう少し我慢してください。じゃあメガリレーはいつ終わるんだ？その質問は私にも答えられません。メガリレーの発令はもともと奇妙なものでした。天領奉行も将軍様も態度が少し変だったのです。天領奉行が突然メガリレーを実行し始め、将軍様もメガリレーがもたらす戦争に目をつぶっていました。それらの謎を解き明かさなければメガリレーは終わらないでしょう。しかしこれだけは保証できます。メガリレーがある限り私たちは抗うことを諦めません。今一度確認させてください。渡辺島と抵抗軍の現状について全てを理解してなお私たちと共に戦ってくれますか？わかりました。ではこれよりあなたを正式に渡辺島特別行動隊メカジキ2番隊の隊長に任命します。メカジキ2番隊？あのメカジキの名を冠する特別行動隊のことですか？特別行動隊に加入するだけでも困難なのに一気に隊長になるなんてすごすぎます。掟破りの任命ですが、あなたの英知、勇気、力は隊を勝利へ導くことができると信じています。やったー。じゃあいつ就任式をやるんだ？メカジキ2番隊は現在本島南西の山岳で待機しています。近頃は浪人が騒ぎを起こしていますので、委任状はすでに用意してあります。彼らに見せてください。そこの浪人も一緒に片付けてくれると助かります。特別行動隊にいる者は皆渡辺島の精鋭です。少々おごり高ぶるところもあるかもしれませんが、あなたなら彼らの信頼を得られると私は信じていますよ。じゃあ僕は。三五宮様、僕に何かできる作戦などはないでしょうか？僕も抵抗軍に貢献したいです。もちろんありますよ。後ほど手配します。任務を完璧に遂行することを約束します。君はメカジキ2番隊の隊長になったけど、僕も君に負けないぞ。おお、気をつけていけよ。無理はしないようにな。じゃあオイラたちも出発しよう。今後は共に頑張っていきましょう。あなたが新たにメカジキ2番隊の隊長に任命された方ですね。軍でも以前からあなたについての噂が出回っていました。委任状の確認も終わっています。ん？何か問題でもあるのか？簡単に言えば、あなたが従う価値のある方かどうかです。それってどういう？普段であれば直接戦ってみればそれで終わる話なんですが、ここに来たのは近頃騒ぎを起こす浪人のせいなんですよ。もしそれら浪人を片付けられれば、
私たちもあなたの実力を認めましょう。おう、オイラたちの実力を見せてやろうぜ。命を捨てに来た。と、せ、よ。難攻不落、天理チョーク。やはり、ダメ。隙あり。ここまで。や。ふっ。剣よ。やはり、ダメだったか。なかなかやりますね。噂ほど誇張されたものではありませんでしたが、それでもすごいです。自己紹介しましょう。私は光徳、メカジキ2番隊の代理隊長を務めています。こちらは義久、タイにいるベテラン兵です。ただいまより隊長の責務を正式にあなたへお渡しします。メカジキ2番隊、いつでも準備は整っています。襲撃を受けた場所は主に2カ所あります。ここの浪人たちはすでに隊長が片付けましたので、のしかしあそこは浪人の数がとても多く、先ほどのものより手ごわい相手ばかり。そうだな、渡辺島と幕府軍はまだ戦争してるんだ。こんな悪い奴らに騒ぎを起こしてもらっちゃ困るぞ。仕掛けは十分、そろそろ回収するとしましょう。これはまだ一部に過ぎません。近くにまだどの拠点を攻めても他の2つの拠点にいる浪人の存在が不安要素と、それは隊長に危険が及ぶ可能性が。隊を分ければ隊長の護衛が減ってしまいます。おお、オイラたちがこれくらいで傷を負うもんか。わかりました。では彼らを一網打尽にした。お前の出番だぜ。剣女盤石、甘い。た剣女の、やはりよ、やはりこうだめだった。どうするこの方の。と、よ。難攻不落。ふん、燃えろ。へへ、総流水泳。よ、と、せ、と、せ、剣女盤石、は、は、ふ、ガッツ投入、ふ、と、せ、よ、と、と、し、よ、燃えろ。
ヨシッサたちがどうなったか気になる。隊長、報告。他の拠点2カ所の制圧が終わりました。これで渡辺島の後方はしばらく安泰でしょう。よかったな。浪人も片付いたし、みんなからも認められた。でもこれからどうするんだ。戻ってココミに聞いてみようぜ。今回やっと鬱憤を晴らせました。あの浪人たちは以前からずっと目障りだったんですが。はあ、隊長がいなくても勝てたみたいに言うな。止めたのもお前らのためじゃないか。ビビってただけのくせに。おいおい、喧嘩するなよ。まったく。とにかくココミに報告しよう。よし、就任は順調でしたか。そうは言っても光徳たちはきっとあなたを試したのでしょう。しかしあなたの実力であればそのような試練も楽々と超えられると思っていました。報告に来たということは、渡辺島にいた浪人たちをすでに追い払ったということですね。もちろん、オイラたちあいつらを叩きのめしておいたぞ。わかりました。では今後は大久保に見張りを手配させ。ご苦労様でした。これほどの手柄を立てたのです。報酬をあげなくてはなりませんね。そうですね、昇進はまだ早いので俸禄を増やしましょうか。鉄平には任務を手配しました。幕府海軍の奇襲作戦です。彼は後方にいたくないようでしたので彼の選択を尊重しました。ところで話は戻りますが、ある特殊な任務をあなたに任せたいと思います。特殊な任務？はい、渡辺島とタタラスナの間に魔人遺跡があります。あそこにはいくつかの島がありまして、物資輸送の中継地点にも使われるのです。しかし近頃そこに保管された兵糧が。ですがタイがそこへ行った時何も危険はなかったとのことでした。この真相をあなたたちに調査していただきたいのです。これは急を要することではありません。この何日かはまず軍になれることを優先した方がいいでしょう。また鉄平が戻ってきたら彼ともお話ししてあげ。鉄平、本当にあいつうっかり屋だからなんか心配だ。あ、そうだ、訓練営であいつを待とう。久しぶり。どう、メカジキ2番隊の人たちとはうまくやってる？じゃあ先輩であるこの僕が兵をまとめる方法を教えてあげよう。彼らの俸禄を増やして報奨金も用意する。それに規律を守るように言って、それからなんだっけ。てっぺ、それどこで聞いたんだ？八重堂から出版された小説で読んだんだ。だいぶ前のことだけどね。当時いくつかの団子と引き換えに友達に見せてもらったんだ。小説に書いてあるもので軍隊を率いるなんて、これが俗に言う机上の空論ってやつか。僕を舐めてもらっちゃ困るな。今の僕は君たちと同じように軍隊の統治方法の勉強と模索をしているんだ。そう、海戦で大きな手柄を立ててね、今や僕も特別行動隊の隊長さ。それに最も新しい小隊でニシン一番隊って言うんだ。どうだ、すごそうな名前だろ。
しかも僕たちの大福も制作中だってサングロミア様から聞いたんだ。制作が終わったら一緒に大福を取りに行こう。新しい本当にありがたいことだ。これも全て支援があったおかげだよ。その大福オイラにもあるのか。もちろん君も僕たち渡墨島軍隊の一員なんだからね。やったー。隊長、新しい作戦任務が。ああ、今は行くよ。じゃあ僕はこれで、また今度ね。君も僕に軽々追い越されないよう気をつけてよ。オイラたちがお前に負けるもんか。それはどうかな。僕は今絶好調でね、手柄を立てる。まさか鉄平が小隊長になるなんてな。どうやら本当に努力してるみたいだ。少し休憩して魔人戦争の遺跡に行ってみようぜ。何か忘れているような。まあいいでしょう。また思い出したら誰かに届けてもらえば。とりあえず雨宿りしませんか。ご安心を。傘ならすぐ届きますから。出かけるの？私の降臨をたたえ。
あなたのためになったなら幸いです。最近包帯が値上がりしたっていうのに。みんなも安らかに。敵一先陣。驚いたよ。君たちもここで調査してたんだね。ちょうど物資を前線まで運んで、今この近くの脅威を片付けようと。大丈夫か？お前なんか変だぞ。大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に体が冷えたんだ。ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して万が一危険にでも遭っていたら僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど。てっぺお前はここの雰囲気に。そう言われると確かに。でもここは魔人オロバシの亡骸に近いからたたり神の気配が強いんだろう。魔人オロバシってなんだ。ほらあれがオロバシの残した遺骨だよ。うわあんなにでっかい蛇の骨。今の渡積島があるのはオロバシが僕たちの先祖を塩化の宮。僕たちの先祖はそれをずっと守り神として見ていたけど、魔人戦争中オロバシはヤシオリ島を侵略した。それでライデン将軍が直接出向き無双の人たちで切り伏せたんだ。無双人狭間ってライデン将軍に切られてできたもん。そう。でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいで廃墟と化した。噂でオロバシが死んでから渡積島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその信仰とは関係なく、単にオロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。そして今将軍様がメガリレーを発令し人々の願いを奪おうとしている。これ僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかりで、君たちは早くサンゴロミア様に報告するといい。ここはまだたたり神の気配がの心配しないで、僕はこの通りピンピンしてるよ。まさか鉄兵がもう幕府軍の武士と戦えるようになってるとはな。戻ってココミに報告しようぜ。
よろ。ココミ、戻ってきたぞ。って、あれ、ゴローもいるのか。何かあったのか。なんかすごく真剣な表情。この異常が発生した人はどれくらいいるのですか。まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロー、何かあったのか。近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴ら。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかしこゴロー、彼らの言う秘密兵器は、ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。これを知っているのですか。ということは支援者の正体はファデュイだったのか。しかしなぜファデュイがこのようなことを。いいえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは邪眼の使用。近頃異常が起きた兵士たちには治療を。まだ、また異常のある兵士。嘘だろ。早く見に行こう。ああ、君たちか。来たんだね。ちょっと待ってね、今立つから。あれ、おかしいな。体の力が抜けて。ん？ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕は最近、いくつもの手柄を立てたんだ。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。もっと強くならないと。強くなればもっとたくさんのことができる。あれ、僕の秘密兵器は。いつからだろう。君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ、支援者側の彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えばまるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使っちゃがん。聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの。あ、そうだったのか。確かにこんな得体の知れないもの。ここ数日どんどん疲れが溜まってきて、心の底で以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら目の前すらよく見えな。はあ、やっと君に。おい、やっぱり僕は神の眼差し。一つ君に頼めるかな。僕たちの回復ができたら僕の分も持ってきてほしいんだ。なんて表情してるんだ相棒。大丈夫、少し休むだけだから。少し休めばきっと良くなる。てっぺー。
こ行くんだ。おい、鉄平の容体はすでに軍にあるすべての邪眼を接収するよう命を送り、ほとんどの人に生命力の流出が起きていましたが、深刻な状況には至っていません。ですがごく一部では、三五宮様、今からこの件で倒れた者の負傷兵へ、ただ兵士たちは皆邪眼と知ってもなお使い続けたいと騒いでいるようですが、この件はあなたに任せます。私はこのような一大事が起これば軍の心もきっと揺らぐことでしょう。そ、何かお考えはありますか。いけません、危険、鎖国令は未だ続いています。彼らの邪眼はこれほど莫大な人員と資源を動かせるということは、彼らを阻止するためには邪眼を生産している工場を、あなたにそのような危険を犯させるわけにはいきません。三五宮様、邪眼の接収は急いで行われたため、ファディの目をごまかす軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば。はい、少し考えさせてください。邪眼を接収する時からこの件についてはすでに考えていました。これらの条件に合う場所はそう多くありません。私はあなたを止めません。しかしくれぐれもお気をつけください。私たちは多くの戦友を失ってきました。あなた、え、その邪眼工場に行くのか、本気なのか、もう少し考えてみても。うわかったよ。いや、いざ、岩山八九、はっ、せっ、総流水泳、まだ幼い、雪を前、と剣言うよ、
みんながそばにいてくれるわ。傷なんて痛まない。効いたみたいだ。剣女盤石。はっ。にゃっ。それ。いや、いでよ。天道盤昇。少し力を出しすぎた。もっと早く。吹き槍。
さて。侵入者発見。執行官様の邪魔はさせない。生きてここから出られると思うなよ。よっ、即戦即決。そろそろ本気を出します。ガンザン発見。全力攻撃だ。神作りだ。次たちがここまでたどり着くなんてね。やるじゃないか。面白い。久しぶりに再会したというのに、今すぐにでも命のやり取りをしたそうな勢いだなあ。そのことだったのか。一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたりただその代理人をしているに過ぎない。死亡者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ。頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの。どうやら変わっちゃったみたいだね。情けなくて、翔端なヘナチョコに。些細なことだって。間違ったこと言ったかな。
浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。茶碗がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも茶碗は彼らの願いを叶える機会を授けたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい？これを実現、そして今その結果を見てみると、全て価値のあるものだということが改めてわかる。争いを作り、邪眼を広めるため道を開き、ほんの少しの代価で世界を掌握するかのような感覚が得られるんだ。生命を引き換えに力を手に入れられるなんて。メガリレーはお前たちがけしかけたのか？まさか初めから。稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は僕たちが利用できるほど、永遠は時間を非常に長く伸ばすことができる。だけどその間にある一つ一つの節目は、抵抗軍にいる君の友達のようにどんなに努力しても無駄なのさ。水中の泡のように美しさを放った後は破滅が待っている。失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほどそれに抗う。こういう茶番は見ていて滑稽で実に楽しいものだね。おい、落ち着け。なんこの。そう、それだ。怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエーサにとって憤怒は最高のエーサ。どうしたんだよ、しっかりしろ。Ada yay. Wah. Udah lama gak main. Story-nya begini nih. Ketinggalan. What happened? Warawa no ato ni kurikaesu nja. Ah. Hore hayaku. Ho. Sugu ni warawa ga wakatta toyukoto wa.少なくとも脳に支障はきたしていないみたいじゃな。うん、やっとのことで地面に埋もれておるようなわっぱを運んできたのじゃ。そうまでしたのに再起不能となっておっては残念すぎるじゃろう。おい、さっきから聞きたかったんだけど、なんかお前の話し方とか雰囲気とか、オイラたちと最初に会った時とだいぶ違うような。そうか、おそらくあの巫女どもを下がらせたからじゃろう。それにわらわはずっとこんな感じじゃぞ。人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃ。わらわはその点についてよく知っておる。じゃからどの一面であろうと、すべて本物の自我。ただ、人とはそれらを無意味に定義したがるものなんじゃ。差し当たって人間に属するこの社会において、わらわも自分の好きなようにやっておるだけじゃ。全然わからない。もっと人間というものを研究するんじゃな、小さいの。何時にも分かる日が来るじゃろ。オイラも気になるぞ。オイラあの時旅人のことばっか見てたから、お前が何をしたのか全然分からなかった。鳴神大社の秘宝じゃ。あの残氷というものが一瞬にして地面にひざまずき命乞いをしてきたとわらわが言ったら信じるか？
そのようなことを考えるより、どうわらわに恩を返すか考える方が重要じゃぞ。そうは思わぬか。でなければやはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬの。とは言ってもそれほどかしこまる必要はない。わらわが欲しいのは汝の行動じゃ。汝は今まだ邪眼のことについて考えている。そうじゃな。安心せい。すでにあの渡積島の指揮官が手下を率いて相当に出向いた。それに邪眼の使用を禁ずる重大な軍令も発せられておる。あの残響というものも拠点が露呈している状態で自らの同僚のため無駄な抵抗をすることもないじゃろう。はあ、時間があったら、あっ、三五宮ここみという女、実にやりおる。彼女に会ってきちんと話をしてみたいものじゃが、真厄介？お前は鳴神大社の宮司だろ。これを何時に伝えたのは安心させるため以外にも、何時に頼み事があったからなんじゃ。何時、あやつに会ったな。わらわが言っているのはその人形ではなく彼女に会ったのかと聞いておる。ん？そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続けている。ほ、その名はエイ。エイ。それって儀式にいたのは人形で、本物のライデン将軍はその後に会ったやつだったってことか。つまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も違ってたと。あれこそライデン将軍の永遠だからじゃ。この国の永遠を追い求めるには肉体はやがて土に帰り、人形がそれに変わる。精神は摩耗からは逃れられぬ。あやつは自らの意識をその刀に宿し、瞑想を用いて全ての障害を回避しているんじゃ。じゃああの刀で切り開かれた空間が一心浄土、あやつの心の世界のようなもの。基本的には自我の世界に閉じこもり、外の雑務は全てただひとそれがエイが模索した永遠への道じゃ。モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。でもライデン将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃがあやつのやり方、まるで自らの部屋に閉じこもる拗ねた子供とそっくりじゃと思わぬか。あやつの言う永遠はもうとっくに、詰まるところ失うのが怖いんじゃ。汝とわらわは、汝はメガリレーから稲妻の民を救いたい。それはわらわも同じ。そしてここが肝心なんじゃが、一心浄土がエイの心の、それがお前の考えた言葉で説得したり抵抗軍の力で改革。理解が早いな。ともかくこれこそ稲妻が暗黒の絵。まだ自分が特別なことを認識しておらぬのか。言ったはずじゃ。一心浄土はあやつは何時に十分な関心を持っているということじゃ。あやつもきっと永遠にとってこれほどまでに不安定な個体は見たことが。他のやつは入ったことないのか。あの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から今まで何時の存在は契機だけでなく鍵でもあるんじゃ。やはりわらわの期待通りじゃな。わあれ、もう行くのか。どこに行くんだ。対ライデン将軍特訓、何時のために特別に用意したんじゃ。なんてなんてあるわ。
言わないね。パパかましパンちゃん。ライデン将軍の技が再現できる宝器とでも言おうか。わらわの記憶を頼りにそっくり事前に技を学び対策を立てれば、ただあやつの技に耐える練習をするといい。待てて、ゴリスロラワン、うわう、おっし、 What the heck? エンジェル、アバパン、おっし、マサーネルショッピケンガモク、じゃい、ウェウェウェ、マジャハオ、ラバマラマスアイシカナ、いざ。何じゃ。何じゃ。Jadi hancurin, coba final aja deh. Oh shit, anjir, gimana caranya?Cheer. Itu gimana sih? Aush. Aush. Mana movie, gimana caranya? Nankou Kraku.Yeah, I think it's good.
Oh shit. Gimana cara ngelewatinnya? Anjir. Susah ya, kurang skill, sedih. が雷神の眷属であるからじゃろう。あれ、チリペンのプニャシーやい。全然そう見えなかったぜ。その感じ、わらわの狐お姉さん姿に興味があるような口ぶりじゃの。I like to see that. 調子に乗るな。グズリン。気にすべき点はわらわの姿ではなく、なぜわらわがあやつと会わなくなったかじゃろう。永遠に変わらない国、それはわらわとあやつの夢じゃった。その時からあやつはわらわの手の届かぬ道を歩み始めたのじゃ。永が一心浄土に踏み入る時、わらわに、わらわの独りよがりなのかもしれぬが、それがあやつの友情を永遠に保つ方法だったのじゃと。わら、別れを告げず会うこともなく、わらわたちの関係は永久にあの時のまま保たれる。少なくともあやつはそのように考えておるのじゃろう。全く異なる二つの永遠の道に分かれた今、現状わらわは後者を選ぶことに決めたのじゃ。あやつを自我の世界から引き戻すことが永遠の眷属であるわらわのすべきことじゃ。ミコ、いい友達だな。何時らにこれを言ったのはわらわの計画を理解させるためじゃ。さあ、雑談はここまでじゃ。そろそろ、no. 対ライデン将軍特訓第2。まだあったのかよ。 No、 aduh aduh aduh。Oh shit. Soryu Suiye. Everyone will be by your side. Kenyan yo.
軟弱の修正。取った。Better lah sama listrik menyakitkan. Puata. Hmm, なかなかいい出来じゃ。じゃあ、オイラたちはこれでライデン将軍に勝てるのか ？No, no. まあ、全くかなわないじゃろうな。おい、じゃあ全部無駄じゃないか。ナンジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。わらわには考えがある。そういえばわっぱよ、ナンジは抵抗軍をどう見る？うむ、確かにたとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと、ライデン将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないし。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ二番隊の隊長なんだぞ。下げすんでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと。とにかく計画通りに行けば少しは役に。おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人客人が来る。話の。なんでいきなりお客さんの接待に行くんだよ。まったく。いや、このどかな時間がもっと増え。これにゃ。Udah, ketinggalan event baru. Oh, di bawah ada chest. さて、ここで話すとしよう。計画を立てるにあたり。一番重要なことが何なのかわかるか？あ、なんだ？情勢を見極めることじゃ。メガリレーの発令は明らかに何者かによる誘導と言えよう。人形の将軍、うむ、確かにそれが一番の裏付けとなっておる。メガリレーの発令と執行を思い返してみると、法令の遂行に関与し、あ、確か綾香が言ってたぞ。メガリレー反対の書類を上に提出しても、天領奉行と勘定奉行がすぐに否決して相談すらできなかったって。ああ、もう明らかじゃな。社奉行以外の2つはファデュイと結託しておる。つまり現在ファデュイには情勢を攪乱する者が存在し、そして残念なことに2つの奉行とライデン将軍の庇護。じゃあどうするんだ？切り口を稲妻陣に変えるのがいいじゃろう。わらわは天領奉行が謀反するよう仕掛け。天領奉行が謀反するよう？何言ってんだよ。わらわが言ったのは天領奉行が幕府を裏切ったことではない。彼女を利用すれば何時をきっとライデン将軍の前へ導く。幕府軍を率いるものじゃ。毎月この日になると神社にお参りに来る。そやつはもう背後におるぞ。さら動くな。お尋ね者が堂々と神社に現れるとはな。抵抗はするなよ。おとなしく奉行所に行ってもらう。やはっ。九条おっと、忘れたとは言わせぬぞ。ここは鳴神大社。ここで武力を行使すれば将軍への不敬となろう。何時らの中でその罪をあがなえる者はおるのか？ちっ、八重宮司様、
もしやそのお尋ね者をかばっているので。友と語らっていただけに過ぎぬ。かばうも何もない。まずは手下を引かせたらどうじゃ。話し合いはそれからじゃろう。お前たち下がれ。よい。また針にまぐし参戦。まあ、では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうことも将軍様への不敬となるのではないでしょうか。相変わらずじゃの九条サラ殿。臣下として将軍様に忠誠を誓うのは当然。そして武人として、たとえ雷電将軍がいつか何時の神の目を奪うことになってもか。メガリレーは将軍様の決断、私に不服はありません。はあ、ただ忠誠も情勢によって打ち砕かれる。何時が何も分かっていないと言うべきか、唯一目が覚めているものと言うべきか。その言葉がどういう意味か直接おっしゃっていただけますでしょうか。メガリレーはファデュイに惑わされたものに過ぎぬ。稲妻を陥れる悪性じゃ。そして盲目的に従っているものは他でもない。何時らの当主天、それは九条家が幕府を裏切ったと。そうじゃ。理解が早くて助かるの。八重宮司様、その言葉は危険であるだけでなく馬鹿げています。三奉行は古来より将軍様につく。私は九条家と養子に来て以来この目で見てきたのです。天領奉行、あの方の無双の人たちに対する崇拝はいかなるものよりも勝ります。そんな当主が将軍様の不利になることをするとでも言うのでしょうか。三日後じゃ。三日後、また宮司であるわらわは人々が自分の信じたいことのみをし、であればわらわが悪役を演じ、その三日ですね。わかりました。しかしその時は彼女も連れて行きます。ああ、よいぞ。三日後。Apakah harus menunggu tiga hari? Kujo Sara がこんなところに来るなんて。ところでミコ、さっき言ってた天領奉行が裏切った証拠、もう何か見つけてるのか？わかりきったこと、もちろんないぞ。さっきは九条サラを説得するためにその場で思いついて。いや、神の意志を変えること自体大きな賭けなんじゃ。神を相手に。じゃあどうするんだよ。3日しかないんだぞ。証拠を手に入れるには助っ人が必要じゃな。であれば。あ、パンジャン。OK。Act 3 belum selesai. Chinju Forest. Oh wow. Ada sayur.Apakah ini? Sayu. Tanuki が人間になった。 Sayu. これ初めて見たぞ。セツはタヌキじゃない。無事なだ。眠い。もっと寝ないと背が伸びない。Bikin ngantuk. Masaka, koitsu ga Miko no itte ta senmonka nano ka? Zenzen sonna fuu ni mienai na. Koyatsu wa shuumatsu ban no ichiin. Shoushin shoumei no ninja ja. Ninja? Jaa sakki no wa densetsu no henge no jutsu ka? Demo, shuumatsu ban ってなんだ?
週末版はシャブ行にある神里綾人の隠密部隊じゃ。現在神里綾人とシャブ行は中立な態度を維持しておる。わらはしかし年中サボっている週末版の一員を捕まえて手伝う。嬉しい。では何時らには城内へ入り、天領奉行が裏切った証拠を探し、あのような場にわらわが顔を出すのはふさわしくないか。そんなこと言われたって。お、もうとっくに分かっているものじゃと思っておったが、部外者にとって天領奉行の細部まで知ることは確かに困じゃが、三奉行が将軍を補佐し密接な関係を保っている以上、他の奉行が異変分かったようじゃな。幕府軍の何時に対する捜索はまだ終わっておらぬ。じゃがこの週末版の2約束の日までに証拠を持ってくる。うん、okay。 Bagaimana caranya biar bisa lebih cepat? Ceritanya panjang tapi...タロマル、バイバイ。Jadi kita harus ke mana? Oops。どうして戻ってきたんだい？帝国軍は今の戦況は？俺はここから出ても大丈夫なのか？まだ無理だと思う。オイラたちが来た時も近くで見回りしてる人がいたぞ。まだ終わってないんだね。じゃあここに来たのは俺たちに相談事があるからかな。お嬢を呼んでくるからちょっと待ってて。なるほど、さまざまなことを経験したようですね。状況はすべて理解しました。今はとにかく天領奉行が裏切ったという証拠を見つけなくてはなりません。そう言われると確かに気になる点がございました。幕府軍と抵抗軍は長きにわたり交戦してきましたが、将軍様、最初は単に将軍様がそのことに興味を持っていないのかとも思いましたが、それって天領奉行は国内の軍事事務を掌握しています。彼らに隠蔽の考えがあった場合、その結果将軍様はメガリレーで生じる害を誤算してしまい、それを続けている。だけど上層に触れる権限を持つ者は九条高行一人しかいないはずだ。それにあそこの警備は厳重で、たとえ左右の助けがあっても、あの護衛たちの気を一時的に引くことのできる何かがあればいいのですが。そうですね、宵宮の花火、遠間らしい策ですね。しかし理にかなっているかもしれません。天領奉行の隣には千住百目神像があります。その時に左右が天領奉行に入り込めば、上層や他の証拠などを。よし、俺が自由になれる日がどんどん近づいてきてるのを感じるよ。はあ、こうして座って一緒に話すのももうだいぶ前のことに思えてくる。やる前に俺にとってはそうなんだ。毎日ここで
君たちを待ってるんだから。昔から確かにここは俺の一番好きな秘密の場所なんだけど、今回くそー温泉に入っトーマ、今は目先の問題を解決するのが先です。メガリ、せっかくの再会ですが談笑している時間はないようですね。その時はもう一回鍋遊びをやろう。えげー、まだそれを引っ張るのかよ。天領奉行の近くには護衛がたくさんいます。じゃあオイラたちは花見坂へ宵宮を探し、おかえ。計画が、花火は夜の方が目を引きます。できれば、おかえ。Let's go. バイバイ、タロマロ。Makan panjang gak ya? Aduh. Udah 1.5 jam. Panjang juga. Cutscene-nya. この前ちょうどごっつえもんが作れたんやけど、威力がとんでもなくてな、実験できる場所も見つからんくて。あ、それと火つけたらすぐ走るんやで、やないと服が燃えてまうからな。うい、なんか怖いぞ。大丈夫やって、ただの花火やから何の問題もあらへん。じゃあやってみる。ありがとな、ユイミア。オッケー。花火は手に入れたし、あとは夜を待つだけだな。terus mesti kemana? Ayo ganti jam. 00.00. Dudu. Okay.Satu hari udah hilang dong. Dalam tiga hari, apakah ngaruh? Kai. Bisa teleport ke?Bawa saja. Pasang di sini. Yasuo dori datta. Hito ga takusan. Kiyo tsuke nai to. Senyu suru ni wa chuui o sorasanai to. Setsu ga jousou o te ni iretara komore. Sore to moshi setsu ga tsukamattara tasuke ni kite. Oke, Sayu. Hontoni daijoubu kaとにかくオイラたちは先に千住百目神像のところに行こう。でもし、プセッファイワークシーあとんがいねけんやんがパルがびさ。Weh, nyangkut. Ya. Ada dia.
Oh shit. Kau harap agak kagetin ya. What? Gimana caranya? Susah juga kaburnya, lewat pinggir aja deh. Lebih gampang. Aduh. Oh, dapat achievement. Lumayan. Hai. Habis pasang kembang api. どうでしょう? 計画はうまくいきましたか？いや、お疲れ様です。あとは左右を待つだけですね。Please, 左右、please。確かに運動は成長を促すけど、これは運動しすぎたかも。パカブラシ。ふらふらしてみんな回って。左右ダメ眠る前にまだ重要なことが主らの言う上層が何なのかわからないけど怪しいものは全部持ってきたはいこれ節はもう寝るお嬢これはこの封がされたもの天領奉行が将軍様に提示した上層でそれ以外にもこれは彼らとファデュイの間で交わされた手紙ですねどうやら八重宮司様の判断は正しかったようですこれらの証拠があれば十分これを八重宮司様に渡せばあのお方が次の計画を立ててくれるはずです私も人手を招集し稲妻にいるファディだけど将軍様には気をつけろあの方の刀を振るう姿を思い出すたび身が八重宮司様を信じるしかありませんあのお方は確かもうすぐ巫女との約束の日だよなオイラたちも支度が終わったらなるかエイファスBlind loyalty record scratch. Kita ke bisa teleport dari sini. Sayang.八重宮司様、約束通り来ました。ご安心を。はいか。約束通り来ると分かってたぞ。それに何時、ここ数日の間、無と私が当主様を疑うことなどありません。それで、証拠はどこに？ほう、もう一人約束をしてた者も来たようじゃな。これを手に入れるために苦労したんだぞ。さらに渡すといい自分で判断せこれはう
確かに当主様の官印が偽物ではない。抵抗軍、三五宮、前線、どれも一言。前線で命を落とした兵士、人々が受けている苦痛、命を舐めている。どうしてこんな隠蔽を。もちろんメガリレーを順調に遂行するためじゃ。それらを将軍が知ってメガリレーが廃止。天領奉行はわざと将軍様に隠蔽を。うむ、メガリレーの遂行で得するのが誰なのか。も天領奉行とパデュイの間で交わされてた手紙だ。どうじゃ、何時の見たかったもの。見たくなく、よもや見て見ぬふりはできぬじゃろう。私が今まで続けていたことは、こんな、こんな、くそ、裏切り行為を許すわけにはいきません。当主に会って直接話してきます。九条サラ、すごく怒ってたな。こちら側に引き込むことは成功したみたいだ。おう、彼女を追ってみよう。あれは、待てわっぱ、まだ話したいことがある。お、何時が初めて一心浄土に入ったのは、千住、あの日の情景をさ、千住百目心臓の前で雷電将軍の心を開かせれば。これを持っていけ、選別じゃ。これは鳴神大社のお守り、御利益のあるもので何時のために特別に残しておいた。絶対絶命の状態でそれを取り出せば、もちろんわらわに会いたいと思った時に取り出してくれても構わぬ。ひょっこり出てくるやもしれぬな。こんな大事な時に冗談はよしてくれよ。悪いな。では、ウツモンジフォックス。Saatnya penentuan, lalu suruh lawan. Oh no. Ah, 2 jam, coy. Tutu.お前たちも来たのか。度胸はあるようだな。お前たちには証人になってもらう。当主への審問が終わるまで捕らえられることはないと保証しよう。だがもしお前たちの言っていたことが非謀であった場合、お前たちは帰れないどころか罪を背負うことになる。いいだろう。え、仲良い。Dia menghilang. Ini ya, lawan si itu kah? Andrei Fatui, kemungkinan besar. Kujo Sara-sama, Toshu sama からの命により、何人たりともこの先に踏み入ることは許されません。どけ、私は当主に会わなければならないんだ。容赦はせんぞ。誰だ、仕掛けるぞ。総流水泳さあ、いけぞ。難攻不落。はっ、つきぞ。踊りなさい。雷電、引くぞ。うわ、マリル。揺らぐことなし。雪を前、それ。
発目せよ。剣入れよう。しほしょせしとふっよせふんにエステルの者は勝負せよ。天なる雷光新天道地桜吹雪昇竜水泳とっつけ負けして負けだ。うわやめろサラ、気が狂ったか。私の禁令を無視するとは。当主様、聞きたいことがあるんだろ。気迫に押されるな。高雪様、私は奉行府の上層とファデューへの手紙を見ました。どうかご説明を。遺失した上層と手紙はお前が盗んでいたのか。はでは、あれらがすべてあなたの直々に書いたものであり偽装ではないと認めるのですか。どうか私に教えてください。当主様、天領奉行は本当に幕府を裏切ったのですか。はあ、私は確かにファデュイと連絡を取り合っている。コンプレクシア。お前が見た上層も私が直々に書いたものだ。あっさり認めた。メガリレーの発令と遂行に助力すればスネージナヤの施設と約束した利益を、昔から九条家の地位を狙っている奴らは多くいた。他国勢力の支持が得られる上に、これほど割のいい取引はない。ただあなたはあれほどまで将軍様のことを崇拝していたのに、どうして裏切る。これのあのファデュイたちは私に利用されているに過ぎない。稲妻の国土において天から雷が降り落ちれば、いや、なぜなら我々には天下無双の雷電将軍が、あの無双の人たちがあるのだから。おお、こいつが崇拝していたのは雷電将軍というよりも、かの…では忠義の心はどこに行ったのですか。当主様、私が九条家に引き取られて以来、あなたから臣下としての忠義の道を教わってきました。今思えばそれはただ私に九条家への忠誠を誓わせ、将来裏切ることがないようにするためだった。先ほど言った通りは自身の醜さと私欲を隠すための詭弁でしかありません。私欲？私は九条家の永遠を守ってきたんだぞ。将軍様はきっと理解してくれる。言いたくなかったんだけど、九条家は自分たちの力を過信しすぎじゃないか。ファデュイはそんな簡単にやっつけられる相手じゃないぞ。メガリレーが本当に正しいものかどうか私も内心疑ったことはありました。しかしそれが将軍様の示す道である限り、最後まで良し悪しを判断することは誰にもできないけれど、今になって分かりました。永遠の道に終わりはないと。したがってそれを正すとしましょう。少なくとも余計なことを考えおって、生きたければ行くがいい。九条家の地位を揺るがすことは誰にも。将軍様は今天守閣でスネージナヤの施設を迎えている。稲妻の背後で起きた全ての元凶は宿女だったのか。離島を離れた時千里さんから言われたことがあったな。スネージナヤの施設、ちょうどいい。このままこの稲妻から立っ九条サラが言っちゃったぞ。天守閣に乗り込む気なのか。そうだ、オイラたちも行こう。いや、Precious chest. A
kayak kita keluar. Ini ada domain music Nyura. Kemana? Udah mesti lawan si Nyura. Tidak. Pada pingsan. Pada pingsan semua. Apa yang terjadi? Kayaknya mesti penuhin darah dulu pada sekarat. Dia api maes. Gimana ya? Kita coba dulu aja deh. Okay. Ya, kayaknya abis ini lawan Senyora. Masih jauh dong buat buka si Raiden-nya nih. Maaf, keijak. Ada suaranya sih. Oke, sini cuma duduk bang. Oke, ready. Beneran lawan Senyora kan? Oh no. まったく次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。おい、サラ。あ、九条サラが宿女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、宿女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。ここであんたと会うのも全く不思議なことだとは思ってないわよ。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージュナヤから外交の施設として来ただけよ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小物たちが、この永遠に至るための革命で踏み、彼らの短い人生からしたら、それはそれは大きな誉れだったのではなくて。将軍様、私の言ったこと間違ってるかしら。
昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは取るに足らない必要な犠牲に過ぎないわ。決着。私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に分かってるのかしら、あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。自分の置かれてる状況をよく考えることね。天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの。あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。地位も実力もね。私は Dia bersuara. 御前試合を申し込む。Jangan-jangan Trevor bersuara. わかりました。まさか、そんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかし。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。認めるわ。これは私にとっても予想外の手。でも敗者は死ぬのよ。わかってるのかしら。旅人。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。あんたと私どちらかの命が尽きるまで。No! お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。岩山八九。雪を前。見にくいな。難攻不落。寛煙に落ちなさい。はいよ。失礼。総流水泳。この惑星。執行官の権能も邪魔になってきたわね。私は私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。いざ。いざ。天道万象。さ、霹靂千人。突き当たり。剣人よ。安らかに。これが受講の王よ。邪魔させば。踊りなさい。全力攻撃だ。せ。beku. Sorry, still happening. Hono, ima moe tsuzukeru. Set. Chizu ni omoshiroi. Shinten Dōchi.Fase 2. Jir. Astaga.
Semua patuhnya kenapa begini? Sohaku no hono de kenpyo o tokashita ima, watashi no kutsuu o mitodokeru ga iiwa. Tsuki to batsu no netsuen no nako de, anta no tamashii o moyashi tsukushite ageru. Jadi, Shinora mati? Anata wa eien no teki. Desu ga, shousha no eiyo wa mitomemashou. Jangan bilang abis ini langsung lawan dia. Kono tenshu kaku kara saru koto o yurushimasu. Dan Shinora mati. What happened ini? Apa yang terjadi? ライデン将軍があんな簡単にオイラたちを見逃してくれるなんて考えにくいよな。かやにいえ、あぶしにがわに。空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってる。ライデン将軍による威圧なのか。宿女がライデン将軍の刀で死ぬなんて、確かに罪はあったけど、なんか考えさせられるな。いや、死ね。神の心を集めて何がしたいんだ。おい旅人、頭が痛いのか。やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。自分のチャラマンぶちぱっね。そういえば宿女を切ったあの無双の人たち、強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵ならライデン将軍を倒すなんてできるわけない。ミコが言ってたな。オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。Kita mesti kemana? に
あの声、すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか、見に行ってみようぜ。だ、ちょっと我慢しろ。嘘。哎呦！哇！いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。哎呀！可怜的！阿斯！Dia lagi. Mata, oai shimashita ne. No. Tosh. Ano ore de musukuru. Ittai, nani ga anata o?再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的ですか。おや、よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか。だとすれば私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さもなければとっくに粛清していますよ。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです。ちょっといやー、まだ寝ちゃうね。神の目を摂取すること自体は命を奪うことではありません。命を落としたのはむしろ願いを追い求めた者たちではありませんか。旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えれば、あなたは永遠から最もかけ離れた存在であれば、私は別にあなたに理解してもらおうとは思いません。そう、そんなこともまあ別に構いません。大方、うん、いいでしょう。永遠に背くもの、あな、あ、永遠の敵になりますか、旅人さん。隙
きあり。いや、総流水泳神里流水よっ神里流消滅。はい、シュッ、ゲーム平安。全力攻撃だ。天理チョーク。ライト、永遠の土を減らす。剣意のよう。よう。剣女盤石。万代をもって葬り去りました。よっ、踊りなさい。くらえ、冒険だ冒険。剣女盤石。不安定な要素は取り除く必要があります。あいやいやい。ふっ、隙あり。ふっ、え、す、How in the world ini? なんじゃ、今さら思い出したのか、ミコ。これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいるが、彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。Oh, anjir, karena habis. Kenapa, Mbak? Leo tosir メガリレーを廃止してほしいです。おどろん燃えろ。身の程を知りなさい。無念無双。みんなは俺が守る。思え、剣女盤石。裁きはすでに下りました。雪を前。やっ、ada fase 2 ini enggak ya? Hey. Eh. 私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。それが何時が
リーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。永遠、そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影。無双を持って稲妻の前に立ちふさがる全ての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者。臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、普遍の永遠を。お、天理、わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも汝は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬであれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。未来永劫、変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし汝の臣民が必要としているのは汝の約束などではなく汝の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、じゃが永遠は汝にとってあまりにも残酷すぎるぞ。へい。私、汝は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己すら見つめることをやめた。何百年もの間ここで一人寂しかったじゃろう。しかしこれは必要なことで。前へ進まなければ逃すものも多いじゃろう。ここで永遠にとどまる汝も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながらその時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ。わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてなぜ今再び光を放っているのか。ここは汝の一心浄土、汝の内なる世界であれば
もうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわに会えて嬉しく思っておるのではないか。私は何も言うことはありません。わらわにはあるぞ、数えきれぬほどの話が。そうじゃ、せっかくじゃから、ここ数百年間の出来事を何時に話そう。数百年もの出来事を話すなんて、どれほどの時間を使うつもりですか。千個の記憶力はいいんじゃ、数百年の些細なことまで覚えておるぞ。じゃから話すのにも数百年かかるじゃろう。ミコ、実はもうこうして会うことは二度とないと思っていました。そうだね。あなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり、驚きでもあります。やっと素直に認めおったか。なら引き続き友でいてやってもいいぞ。まったく、子供じみた会話ですね。ですが、あなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意思に従ってメガリレーを廃止しましょう。しかし、永遠についてこの国が果たして前へ進むべきかどうかについては、再び考える必要があります。最初から最後まで子供じみていたのは何時の方じゃったな。おお。その後、ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外に、あやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はそのものに眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、希望を呼び起こす。君とマクルアール。ある願いは、たとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず。真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。アパカーするささい。わあ。ライデン将軍の一心浄土で何やってたんだ。ああ、バイモン。メガリレーが本当に廃止になるなんて。そうなのか。オイラ心配してたんだからな。さっきミコがオイラたちのことを呼んでたぞ。お礼を言うためかな。うん。かわいい。雷神様の打ち上げていかがでしょう。ウィシャス。Kalau nggak salah ada tempat buat ngambil keberuntungan juga di sini. Hai.名誉の凱旋を果たした旅人ではないか。神社へはガンほどきに。お前が呼んだんだろ。冗談じゃ、待っておったぞ。ミコも気分がいいみたいだな。
そうじゃ、長年会っていなかった旧友と話せたのじゃ、嬉しいに決まっておるじゃろ。ところでその後聞いたんじゃが、まさかファデュイの執行官と御前試合をしたとはな。その度胸は称賛に値するぞ。正面から宿女を倒すとは、何時の実力はわらわの予測を超えておる。まあともかく、勝ったならそれでよい。めでたしめでたしじゃ。やっとファデュイの計画を一回阻止できたな。少なくとも今回は神の心を奪われなかった。待て、神の心と言ったか。あの、それは駒のようなものでは。そうだぞ、ミコも見たことがあるのか。七神が持ってて天空の島とつながってる神の心だ。うん、どうしたんだ。あれなら、わらわが差し出した。そうでなければ、いかにして残氷から何時の命を救ったと思う？残氷は今や、ファトゥスの第6位。実力においては宿女よりも上じゃ。わらわは自らの命をかけて戦うような性格ではないぞ。何を言ったらいいのかわからない。エイが人形を作ってから、神の心を置いておける場所がなくなった。かつてエイと最も親しくしていた友であるわらわに、エイはその神の心を渡したんじゃ。鳴神大社に保管させるためにな。あやつはもともともう神の心の力を必要としておらんかった。あやつによれば、もう天空の島とは連絡を絶っているそうじゃぞ。であれば、神の心は争いを招く無用なものに過ぎぬ。そんなものと計画の核心となる人物を引き換えることができるのなら、割のいい取引だと思わぬか。結果から見れば、わらわの儲けじゃな。あがくすべてや。そう言われるとそうだな。オイラも旅人は神の心よりも大事だ。仕方ないな。もう今さら取り戻せないみたいだし、過ぎたことを考えても意味ない。シュポテト。そういえばミコ、まだオイラたちを呼んだ理由を聞いてなかったよな。お礼のためじゃ。本当か。ナンジラがテイワット全土を旅するというのなら、稲妻の旅も一段落ついたことじゃろ。お礼として、この先の道のことでも、今までの疑問のことでも、わらわがナンジラに答えようぞ。何か聞きたいことはあるか。すまね、それについてはわらわもさっぱりじゃ。ナンジラの言ったあの神についてもな。じゃが、もしナンジラがエイを疑っているのなら、それは少し考えすぎじゃ。エイはナンジラがあったという神の特徴と異なるだけでなく、遥か昔に神の心を自ら放棄し、それはよかった。さもなければ雷神の眷属として、わらわたちの関係も微妙なものとなってし。安心しろ、オイラたち、お前とは。ナンジの兄の痕跡については、わらわも持てるすべてのものを利用して、何か情報を手に入れれば、ナンジに通達しよう。人形の将軍を作った技術は、今では失われている知識。じゃが、ナンジらが興味を持ちそうなことはなく、エイが自身の神の体を改造する前、原型。じゃあ、ライデン将軍は3人いるのか。いや、あの原型はただ実現性を確認するためのも、当時の計画ではそれを直ちに廃棄する予定じゃった。その後、あれはただの人のように己の。ファデュイ、
そしてその原型の人形はファデュイたちに調整され、力の封印が解かれたんじゃ。うむ、神の造物であり神の心を奪ったもん。そんなことがあったなんて。そうじゃな、偶然と言うべきか。何時のような異教のものが雷神が変わったことを。そう、モラクスが言ってたんだ。うむ、じゃが事実を言えば、バールとバールゼブルは創生の彼女らは力を合わせて魔人戦争に勝利し、バールが幕府を設立した後、バールゼブルは何時らも知っているあのエイジャ。そしてバールは名を誠という。世間からすれば両者は常に一体の存在で、互いを補い合い、共魔人バールの名であれ、ライデン将軍の肩書きで。あの時、数百年前、わらわが参加しなかった戦争で誠が死んでから、エイが、エイもショックだっただろうな、姉妹だから。エイが変わったのもあの時からじゃ。あやつが失ったものの中で。そんなことがあったのか。なんか彼女とは長い付き合いではなかったが、印象ではそうだったのか。稲妻の後はそうじゃな、スメールか。これまでにも。うむ、スメールは知恵の神を。じゃがその執着は、時スメールでは知識は資源として。知識が資源。うむ、じゃがその決断をしたのが賢者たちか。クラクサナリデビ、クサナリ知らぬのか。クラクサナリデビは何時らも彼女に確認したいことがあるんじゃろ。かわいい。うまくいくことを願ってるぞ。そうか、わかった。そうじゃ旅人、わらわが送ったお守りはまだあるか。大事に取っておく。それだけか。わらわはてっきり何時がそれを胸の前の一番目立つ場所にかけ、これは英一と美貌を兼ね備えた八重美子さんの贈り物だということを、これから会う人一人一人に言うのかと思っておったぞ。誰がそんなことするんだよ。まあよい。ところで何時の願いは何じゃ。そうか、じゃがそれは何時の小さな目標に過ぎぬとわらわは思うぞ。何時にとって願いとは、浮世も正解も超え、運命と共に輝くものであるはずじゃ。何時に神の目がないのは、その願い、これからの旅で。あー、キラスサイ、おめえ、あ、パンジャンバガッ。아이씨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 이마시룸이있어아이마시아들아기刀는와사를지켜에匠は宝を言う。Okay, sampai sini dulu. Terlalu panjang, 2,5 jam. Thank you guys. See ya.